レコーディングエンジニア。レコーディングエンジニアはレコード、CD などの音楽録音物の制作に従事し、音響の調整と録音などを行う技術者の故障で、音響技術者の一形態である。レコーディングエンジニアとミキシングエンジニアに分類することも可能で、録音だけの担当でミキシングは行わない場合には、レコーディングエンジニアと故障、またはクレジット記載さ。 録音は担当せずにミキシングのみ行う場合には、ミキシングエンジニアと呼称、またはクレジット記載される。一般的には録音とミキシングの双方を行うことが多いため、レコーディングミキシングエンジニアという表記が多い。レコーディングエンジニアの第一の責務は、レコーディングにおいて、歌や演奏を的確により、良い音で録音することにある。 エンジニアという専門職が必要とされるのは、スタジオとコントロール無内にミキシングコンソールや各種エフェクター等の電気、または電子的音響機器が数多く介在し、それらハードウェアをエンジニアリングするからであり、音楽の知識、素用、機材の使い方だけではなく、最低限の電気工学や音響工学などの専門知識も必要とされる。そしてエンジニアは、 録音音源となるシンガーや楽器と最も近い立場にいることから、アーティストや音楽プロデューサー、ディレクターらが求める音質及び音楽性を把握し、信頼関係を構築し円滑なコミュニケーションを取る能力も必要とされる。特にミキシングはエンジニアの個性や感性が最も顕著に現れる作業であり、この良し悪しでエンジニアが選定されること多い。 音楽への関わり方は人によりけりであるが、あくまでもミキシングなどのエンジニアリングに特化した活動をする人もいれば、歌手やミュージシャンにディレクション的アドバイスを送ったり、より積極的にプロデュースを兼ねた参加方法で音楽に関わろうとする人もいる。また、オリジナル版を完成させたミキシングエンジニアとは別の自由な立場で音源を作り変えたりするリミックを手掛けることもあり、 その分野で活躍しているエンジニアのことは、リミキサー、または、リミキシングエンジニアと呼称されている。稀な例だが、アラン・パーソンズや、ィー・ペリーなどのように、スタジオのエンジニア出身でありながら、作曲、プロデュース、アレンジ、演奏などもこなし、アーティストとして活動している人たちも存在する。またそれとは逆に、もともとは、プロデューサー、ミュージシャン、 シンガーなどであってもエンジニアリングを学び、レコーディングやミキシングのエンジニアリングをこなす人たちも存在し、大竹栄一やトム・ショルツなどはアーティストでありながら、エンジニアの役割を担っている。レコーディング作業において、レコーディングエンジニアの補佐的作業や、マルチトラックレコーダーの操作などを受け持つフリーランス、またはスタジオなどに所属するアシスタントエンジア、またはセカンドエンジニアも、 音楽制作業務に関わる分類分けとしては、レコーディングエンジニアとして分類される。レコーディング時の主な作業内容は、まず楽器や歌唱などに合わせた、マイクロフォンや H、AA などの選定と組み合わせ及び、接続順序を踏まえた設置を行う。そしてミキシングコンソール等へ入力された、音声信号の音質や音量レベルの確認、調整などを経て、 音声信号のオペレーションレベルを決める。スタジオ側で演奏及び歌唱しているミュージシャンのヘッドフォンモニター用のモニターバランス作成とコントロールルームにおけるモニタースピーカーから聞くためのミキシングバンスと再生音量の調整を行う。ミュージシャン側の録音開始準備が整うのと並行して磁気テープやハードディスクレコーダーなどのマルチトラックレコーダーへの録音するための最終確認を こう、録音を開始させ、その後は、録音状態やテイクの確認などを行いながら、セッションを進行させ、録音制作物の素材となる音源を完成させる。ミキシング時の主な作業内容は、マルチトラックレコーダーなどへ、すでに収録されている歌や、演奏の楽器バランスに関しての音量調整などがメインとなるが、その際に、レコーディング作業中に未完成となっている歌や、 演奏のテイク選択や切り替え、OK テイク完成のために素材となるテイクからの切り貼り、収録されている音源上のノイズ除去などの編集業が行われることもある。そして音質調整のためにイコライザーやハイパスフィルタ、ローパスフィルタなどの音色透過回路による音質補正やコンプレッサーやリミッターなどのエフェクターを使いして音質の調整と色付けなどを行う。 フェーダーなどで、各々のトラックに対するミキシング作業としての、レベル調整による、バランス作成とパンポットなどを使用して、音像定位を定める、音上操作を行い、楽曲の完成度を高める作業を行う。この際、音楽的なバランス以外にも、意図的な表現方法として様々な音響的処理を、加え、再生機器などのことを考慮した細部にも注意して、 音楽素材となる音を完成させる。ミキシング作業が完了した時点で、各種にトラックレコーダーなどへ完成した音源を固定化するための録音作業を行うためのレコーダーとして、アナログテープレコーダー、だとどうハードディスクレコーダーなどを用意して記録する。同システムを使用する際には、バウンス工程を経て、オーディオファイル化した素材を CDR などのメディアに記録する方法もある。 複数の音声トラックからステレオにチャンネル、またはマルチチャンネルにまとめることから、この作業をミックスダウン、トラックダウン故障する場合がある。ミキシングの素材に対するプリマスタリングはレコーディングエンジニアやミキシングエンジニアが行わない状況もあるが、レコーディングからマスタリングまで一貫して同じエンジニアを取り行う場合もある。この作業の主な作業内容は、 収録される媒体がシングル及びアルバムなどの場合、曲数に応じた曲ごとの音質や聴観レベルなどの調整を行うことになるが、シングルの場合には、アルバムの時とは多少異なり、メインとなる曲を中心に据えた作業になることも多い。アルバムの場合には、音質や聴観レベル設定作業と並行して曲順や曲間の設定確認を行い、 全体の整合性や制作者側の意図などを盛り込んだ完成型として作業を完了させる。マスタリング終了後の音源は原版マスターとして3、4インチのユーマチックデジタルテープなどへ録音して固定する場合と音源を一波しオーディオファイル化して DDP フォーマットの CDR に記録したり曲感を決めた形でオーディオ CDR として書き出して固定化し CD または、レコード版等のプレス工場へ納品することによりプリマスタリング作業は完了する。プレス工場へ納品された隠しマスター素材は、製造工程に入るための作業を経てソフトウェアである音楽メディアとして生産されるが、大量生産用のスタンパー、プレスするための金型を起こすの、マスタースタンパー作成時に納品された音源の状態に応じた、 微調整と記録に向けた作業が行われ、これが工場におけるマスタリングとして行われる。レコード版生産の場合には、スタンパー作成の最初期工程として、ラッカー板に溝を刻む役割のカッティングエンジニアが、レコード版のグルーブ、溝の幅と再生音質を左右するレコードティングのために、様々な調整作業を行い、その作業は電気信号で固定化されてある、 音声信号を物理的なレコード項に変換して刻み込み、後の製品になった時には、その逆工程で音源を再生するになるため、様々な物理的制約などが存在するため、デジタル録音のように最大レベルだけを注意すれば良いわけではないので、CD におけるマスタリングスタジオでのプリマスタリングや項におけるマスタリングとは異なった経験や技術が要求される部分でもある。 プリマスタリングおよびマスタリングはレコーディングおよびミキシングエンジニアとは分業制が取られるケースが多く、多くの場合マスタリングエンジニアが担当する部分となる。日本におけるレコーディングエンジニアの雇用形態はいくつかのパターンに分類できる。一般的な例として録音スタジオや音楽制作会社などが社員として直接雇用契約を結ぶ形態であり、 古くからこの形を取るケースが多い。他には、エンジニア集団が作った組織やエンジニア、派遣会社などに所属して、契約関係にあるスタジオなどから、派遣要請されたり、現場制作者側や、アーティスト側からの依頼を受けて雇用される形態がある。日本国内では1970年代後半から、そのような雇用形態が増えてきたが、スタジオやエンジニア集団に所属せず、 フリーランスエンジニアとして独立した野号を持ち、個人で活動するエンジニアとして存在する形態もあり、現場製制作者側やアーティスト側と組織対個人間で契約を結び、雇用関係を取る形態もある。職に就くまでの一般的な流れには、音響系専門学校あるいは大学などを卒業した後にレコーディングスタジオやレコードメーカー、または、 音楽制作会社などに就職してアシスタント業務としての見習いから始める例が多いが時代とともにパーソナルコンピューターを運用システムの中心とした銅やプライベートスタジオなどでのワンマンオペレートが主流になってきたためスタジオや音楽制作会社等へ就職してのアシスタント業務などを経験せずに最初からレコーディングエンジニアとして職に就く形態も出てくるようになったまたは ミュージシャンが作曲及び編曲の段階から同情で、すべての作業が完結することもあり、イヤオーなしに自身で同の操作をしなければならない、ケースも多くなり、この分野から、レコーディングエンジニアに転身するケースもある。プロトゥールズなどを同システムとして使用する、レコーディングセッションが多くなってきたことにより、それまでと比べて、アシスタントエンジニアの作業量が減ってきたり、要求される。 作業内容がテープレコーダーなどのオペレーションから推移し、コンピューターオペレーション上でのリージョンファイル、編集操作などが増加するなど多岐にわたってきた。レコーディングエンジニアからマスタリングエンジニアに転身、または兼業する人は相応の割合で存在するが、逆のケースは、レコーディング経験やスタジオでのコミュニケーションの取り方、異なるなど、様々な理由から困難が伴うこともあり、 兼業も含めてあまり存在していない。そして、レコーディングエンジニアとしての女性の就業比率は、長時間労働などの面から、以前はあまり多く存在しなかったが、1990年代以降は、比率的にもどんどん増えてきていて、長時間や重労働を伴うイメージなども払拭されてきたせいか、レコーディングやミキシングをクリエイティブな面として捉えられた状況になりつつもある。また、 アーティストやミュージシャン側が女性である場合などにおいて女性エンジニアとの作業を希望するケースもあるためそういった面からも女性のレコーディングエンジニアとしての進出は増えてきている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。